疲れ疲れ。え、今日何してたの？今日うん別に何もしてないの。うん、何もしてない。私今日お仕事こ行ってくる。ええ、10万貢いだ。え、少な。え、いくら？私今日どうしようかな。まあ、金がある分めつぐ。金ないって言ってたじゃん。でこの間入ったの。ねえ、埋めてみよう。じゃあ片前食べようとすんな。やばい、リップなくした。やば、いつもなんかグッチしか買ったの。帽子なんだ。それ結構みんな持ってるよね。は？何言ってんの？こっち持ってるから。これ銀座限定だっけ？どうまい。うちもなんかこれパパで買ってもらった。そうなんだ。これうちは推しからもらった。推しがくれるんだ。うん、もう珍しい。まあ、やっぱりうちが一番取るから全部の現場行ってるし、うんうん、で感謝の気持ちいいみたいなもらった。まあ多分こういうのはうちだけだと思う。うちもやられたことあるんだけど。だる。何言ってんの。うちもやられたことあるんだけど。うちもこの前なんか私だけにあれ買ってくれた、ディオールのバッグ。ディオールって結構高いからね。グッチって結構比べ物なんだけど、ディオール高いから。でも知ってた？なんかディオールあげる男の人ってどうでもいい女にあげるんだって。グッチの方がそうじゃない？違うよ。やばい、ウーバーしよっかな。最近ウーバーで10万ぐらい使ってる月。え、そうなんだ。うちはウーバーで月200とか。どんなん食ってんの？まあ、庶民のもの食べれないから、うち。じゃあ、梅ネリ食ってんけど大丈夫そう？これは、推しからもらったから。あ、推しからもらったの平気なんだ。なんか最近貧血やばいんだよねって言ったら、うん、じゃあ俺が今日買ってきた梅ネリあげるよみたいな言われて。推し梅ネリ食べるんだ。そうだよ。で、何食ってんの？何が？毎日。え、フォアグラとか。そう。まあ、推しのために元気な体を作る。え、だって会場行けなくなったらさ、ダメじゃん。だから元気な体を作るために美味しいものを摂取してるの。あ、なるほどね。そう、推しのためにいい体を脱げるやつ。ね、あんた抜け毛すごいんだけど大丈夫そう？ストレスでも溜まってんの？おめえだよ。おめえ。ねえ、大丈夫そう？抜け毛ひどいんだけど、ほんと抜け毛もひどい女、ほんと惹かれるからやめな。塗り方ね。ねえ、ねえ、ブスだね、塗り方。この後どこ行く？この後、でもまた現場まで1時間くらいあるから、うん、どうしよう。どうしようかな。暇。暇だし。フォアグラ食べに行く。元気なかった。でも取りまーす。ゴンちゃん飲みたい。ゴンちゃん。うん。あ、ゴンちゃん飲む。私、うちの推しがなんかあんま地雷系好きじゃないって言ってたから、あんま地雷っぽくしないでって言われたから。顔はもう可愛いからどうにも名乗らないじゃん。あ、キモいから。ねえ、じゃなくて。あんた髪だけでこうやって玉つけるのやめてくんない？マジでそういう女嫌われるよ。ねえ、抜けずに。病
だからまとめんな。やっぱ推ししか勝たんわ。会えたよ、翔くんに会えた。うち、ゆうとに会いたい。翔くんに会いたい。ゆうとくんの iPhone。 翔くんめっちゃもう世界で一番かっこいい。でもうちも翔くん推しにしようかなと思ってんだよね、最近。なんで？なんで？なんか翔くん、ゆうとくんの方がいいよ。翔くんだって合わないから。合わないよ。うち最近なんか翔くんなんかめっちゃ私に目合わせてくれて、合わないから。めっちゃウィンクとかしてくれるから。合わないから何やってんの。なんか私にかのこと狙ってんのかなと思って、翔くんに変えようと思って。変えない方がいいよ。多分合わないよ。どうたん距離量産。いや別に拒否とかじゃないけど、量産型無理って言ってたから。ち量産型じゃないんだけど。量産型じゃん、だってさっき言ってたじゃん。推しに量産の方がいいからって。言ってたよね、さっき。じゃあ量産言ってたよね。言ってたもんね。言ってたから。翔くんは量産嫌いだから無理だよ。それなら量産やめるし、普通に。全然推しのためなら何でもするし。あ、りんちゃん。あ、うん。来週？来週？あ、いや、うん、行くか。行けたら行く。うん。バイバイ。誰あの女？なんか最近なんか、ま、新しいっていうかなんか、なんていうんだか、最近オタクになる。言葉出てこない。最近最近オタクになり始めた。調子乗ってんだよ。マジで。なんか自分が可愛いからって、うん、なんかちなんか上らへん狙ってて。ああ。あちらへん行くんだ。だる。だるくね。だるくね、新規なのに。うちら何年押してると思ってんの。だるすぎて。ツイッターやってないのあいつ。知らないのか。ツイッター見つけて潰さね。あいつやばいよ本当に。あいつマジで。ねあやもなんかめっちゃ迷惑なの。なんで。なんか鍵閉めできなかっただけで、うん、なんかトイレでなんか泣き始めて、うん、全然出てこなかったの。うん、そしたら何してるんだろうと思ったら血だらけで出てきて、めっちゃ切ってて。やば。だけど。そういう系だろこね。現場はさ、うん、神聖なところじゃん。そうね。推しもいるし、ね、それから推しがいるから、それかわいそうなところ見せて、うんうん、みたいな。やばだるみたいな。やばくない、うん、新規マジで新しい人種じゃね。それのでもなんか推しもなんかさ気になってるよね。ねだるいんだけど、先目合わせるからさ、まあ、かわいい。男から見たら可愛いのかもしれないけど、女からしたら別に可愛くなくなる。なんか下の中の上みたいな。それな、なんか下の中の小の代みたいな。まあね、うん、そんな感じだよね。別に男から男とさ、女のさ、うん、まあ、なんか多分顔違うよね。うん、違う、絶対違う。絶対、ね、うちらからしたらマジブスじゃね。本当ブスだよね。ね、これ出したの？これ誰からもらったの？このリング。これ、うん、推しからもらった。まさかさ、推しの髪の毛で作って。そう。結構お前それやばいよ。だっていつも一緒だよ。でもうちもこれキーホルダー作った。ね、待って、あんたあれゆうとくんじゃない？やばい。待って、あの隣の女誰？誰？絶対にさ。リンじゃない、リン。あの噂本当だったんだ。最悪、もう死ぬ。明日死ぬ、明日死ぬ、絶対明日死ぬ。もう無理、明日死ぬ。カッター持ってないの？持ってない。ね、最悪なんだけど、もう死にたい。絶対ユートだよね、あの帽子。あれユート。絶対ユート。あんたがあげた帽子じゃない、あれ。ね、最悪なんだけど、グッチの帽子。絶対そうだよね。最悪、返してほしいんだけど。しかも靴もバレンシアガの私があげたやつ。最悪じゃない。最悪なんだけど。あれ絶対いいんだよね。うん、なんかさ、下の方で手つないでね。小指つなぎしてない。ねえ、キモいんだけど。めっちゃ笑うんだけど、黒のスウェット着てるんだけど。ねえ、でも帽子とさ、靴あんたも笑うんだけど。それな、マ
マジ遅いんだけど、え、私のこと忘れられてない、忘れられないってこと。サングラスとマスクしてるけど全然ガチガチ明るくないね、そういうの。で歩き方の癖強くない、そういうの。なんか手の向きがいつもあんな感じだもんね。え、だからリン肩幅やっぱでかくね。そんなケツでかいよね。ちょっとケツ垂れすぎじゃね。足振ったよな。そんな。やばい。やばくね。ホテル入ったよねあれ。え、それホテル。最悪なんだよ。前じゃん。写真撮っといて。やばい、見た、こっち見て。やばい、入ってったんだけど、アパホテル入ってった。やば。うざくね。もう、ツイートしよう。ツイートしよう。ツイートしといた。最高。タヌキにも変えとく。乗せとこ。マジだ、あいつ。やばい、タヌキの閲覧数500になってる。やばい。え、てかさ、あいつもう終わりじゃね。マジリンじゃん、え、やば、リンじゃん、え、リンじゃん、やっぱ考えてね、そんな新居だったあいつね、新居でなんか目立つような行動してるからこんなことやれんの。そういうのやばい、マジでやばい、ね、最近新居おかしいやろ、そういうの、うん、マジで本当にやっぱうちらが一番まともだよね。そういうの、うちらが一番まともだよね、うん、やばい、泣けてきた。え、もうさ、近いだろ、降りる。え、そういうの、絶対ホスト行った方が良くない。え、ホストにしよっかな。アイドルなんて辛いことしかないもんね。絶対ホスト行った方が楽なの。ホスト行かねえ。え、帰る。帰る。ちょ、今何時か。あともうちょっとで12時だから。え、歌舞伎町行くじゃん。あのうちの知り合いのところ。あ、そこの前から行ってた。そうそう。あそこ行かねえ。じゃあ今日さ、現場ブッチする。それなブッチしよう。いや、ね。うん。マジで。もう言うと降りた。え、降りれんの？降りれるよ。降りれる、降りれる。え、本当に？うん、降りれる。だってまだね、やってんじゃん、俺。え、血がついてる。あ、ごめん。もうやめてって言ったじゃん。切るのだけはやめてって言ってんじゃん。分かった、じゃあ OD に変換する。うん、じゃあホスト今日、え、一応リンも誘ってみる。あいつくんじゃね。そしたらおもろくね。潰すの？潰そうぜ。